もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。昭和、そして日本を代表するアイドルであり、今もなお現役でアイドルとして活躍をされている松田聖子さん。いくつものヒット曲を連発しただけではなく、髪型や後には生き方など、さまざまな面で日本の大衆文化に大きな影響を与えるカリスマ的な存在ですね。また数々の男性との関係を持ったことでも有名です。一部ではセックス依存症、男性依存症とまで言われています。その松田聖子さんとライバル関係にあったと言われているのが中森明菜さん。しかし中森明菜さんは現在松田聖子さんとは反対に仕事をセーブし、表舞台から姿を消しています。今年の紅白で大きく空いてしまったジャニーズ枠を大御所で埋めて数字を稼ぎたい NHK。 そこで浮上した大御所が中森明菜さんでした。しかし中森明菜さん自身、復帰に踏み出しづらい存在が松田聖子さんだと言われているようです。そして松田聖子さんに熱い求愛をしていると噂されている田原俊彦さん、二人の紅白共演が今年待望されているという情報も入ってきています。さらに衝撃的な噂もあります。なんと松田聖子さんに引退の可能性も出てきているとのこと。今回は松田聖子さんを中心に渦巻いている様々な噂を調べてきましたので、最後までご視聴お願いいたします。松田聖子さんはプライベートで離婚と結婚を繰り返されている恋多き女性として知られていますね。松田聖子さんの最初の夫は俳優の神田正輝さん、2度目の結婚は司会の畑野博之さん、3度目の結婚も司会の川名博正さん。3度の結婚では飽き足らずに噂された熱愛も数知れません。松田聖子さんはそれぞれの結婚の前後に郷ひろみさんや真田博之さんや近藤真彦さんなど他にも多数の方と恋愛関係、不倫関係の噂になっていました。ここまで多数の男性との噂が出てきますと、ある説がささやかれ出しました。松田聖子さんはセックス依存症なのではないかと言われています。女性は元来肌を通して愛を受け取ると言われています。幼少期に両親とのスキンシップを通して肌に愛を蓄えるのです。幼少期に父親とのスキンシップが満たされてないと肌寂しい女性となり、セックス依存症の要因の一つにもなります。松田聖子さんの過激な男性遍歴の根源にあるのは父親との関係があるのではと推察します。しかし松田聖子さんの父親は家庭的な人ではなかったのではないかと言われています。父と娘のスキンシップが不足し、父親との信頼関係が得られず、父親に対する不信感や怒りが松田聖子さんの心の奥底に堆積していたのではないでしょうか。その心の渇きを神田正輝さんに求めていました。しかし神田正輝さんは松田聖子さんを受け止めてくれなかったようです。父親から得られなかった不正愛は神田正輝さんからも満たされることはありませんでした。私には聖子の心の奥底に渦巻くマグマが一気に爆発し、不倫スキャンダルへとつながったのだと思われます。この満たされない心がセックス依存症へとつながっているのではないでしょうか。そして松田聖子さんとライバル関係にあった中森明菜さん、復帰説が流れていますが、その復帰の鍵を握っているのが松田聖子さんと言われています。近日発売される作曲家林哲司氏のトリビュートアルバムには、中森明菜さんが新たにセルフカバーした北ウイングクラシックが収録されています。自身の生歌が公になるのは2017年のディナーショー以来です。デビュー40周年を迎えた昨年、中森明菜さんは所属事務所を退所して個人事務所 HZ ビレッジを設立しました。体調不良が伝えられる中でもファンとの交流は続いており、4月にはストリーミングサービスを使ったファンクラブ会員限定のラジオ番組を開始しました。その中で中森明菜さんはファンから寄せられた毎日のルーティンはとの質問に、ストレッチとお酒、病院の先生が聞いていたら怒られると漏らしたり、やっと昨年スマホを持った、40歳過ぎから老眼鏡をかけていたなどと
話されていました。その番組ではデビュー曲のスローモーションをアカペラで歌い、途中でやめてしまう一幕もありました。そして中森明菜さんはこんなことを漏らしていました。皆さんの前でちゃんと歌って、みんながよかったよって拍手してくれるのが目標。そして12月中旬には40周年記念アルバムがリリースされることも決まっており、紅白歌合戦での本格復帰を望む声が高まっています。今年の紅白はジャニーズ枠が大幅に減らされるとみられ、これにとって変わる目玉が不可欠です。中森明菜さんの直近の紅白出場はニューヨークから生出演した14年まで遡ります。世間での待望論は NHK も十分把握しており、実際に数年前から担当チームを作って粘り強く出演オファーを続けているそうです。しかし中森明菜さん本人も紅白を復活の起点にしたいという思いは持っているものの、現状ではまだ声量に不安があり、また体調の問題がついて回るため会場での歌唱は厳しいのではと見られています。さらには万全でないコンディションで出演するとなれば、もう一人の目玉となりそうな松田聖子さんと比べられて衰えを指摘される恐れもある。その点も懸念しているそうです。この件に関して中森明菜さんの事務所は、現在も体調回復に専念させていただいておりますと答えています。松田聖子さんの存在が鍵を握っていると言えます。中森明菜さんが晴れてファンの拍手を浴びる日は到来するのでしょうか。そして今年の紅白でもう一つ噂となっているのが、松田聖子さんと田原俊彦さんとの共演です。松田聖子さんと田原俊彦さんは1980年に歌手デビューの同期であり、チョコレートの CM などで共演し、その親密ぶりが当時ファンらの耳目を集めていました。田原俊彦さんは松田聖子さんとの関係について、チューしかしてないなどとトーク番組で語り、直後にやめろと自ら訂正して盛り上げたりもしていました。田原俊彦さんと松田聖子さんはその後関係を深めることはなかったようですが、松田聖子さんが再婚した際、ブログに聖子ちゃんへと題し、田原さんはこう綴っていました。3度目の結婚おめでとうございます。4回目がないことを友達として心から願っております。5回目ぐらいは俺としようぜ。もはや時効とばかりネタにしているのは、今も仲の良い関係を続けているからでしょう。そして紅白関係者は大物歌手を招聘すべく、田原俊彦さんと松田聖子さんの共演を計画しているようです。もし実現すれば Z 世代の80年代ポップスブームにも乗れるし、中高年世代にも響く格好の企画になりそうです。かつては熱い仲だった2人が紅白のステージで再会したら、やけぼっくいに火となるかもしれません。そして松田聖子さんは引退の可能性があるとの衝撃的な噂が流れてきました。その真相とは、ある時自身を発掘したレコード会社の幹部に芸能界からの引退宣言を送りつけていたそうです。聖子から手紙をもらったのは後にも先にもあの時だけ、平成2年頃だったと思います。自宅に届いた封筒を、なんだろうと開けてみると、便箋に6枚くらいびっしりと彼女の思いが綴られていた。読み進めると、歌手を辞めたい、引退しますとありましてね。瞬時にこれは大変なことになったと背筋が凍りつきました。あれは単なる思いつきや相談というレベルではなく、じっくり考え抜いた末にたどり着いた聖子の引退宣言でした。四半世紀前にもなる衝撃的な記憶を振り返るのは、松田聖子さんのデビュー曲「裸足の季節」を手掛けたソニーミュージックエンタテインメントの元副社長稲垣博史さんです。稲垣さんが回想をこう続けます。主に家庭や夫婦関係について書かれていました。特に目を引いたのは、出産して以来夫が自分を構ってくれないという趣旨の部分。世間的にも妻の出産後は夫婦関係が変化すると言われます。似たような悩みを聖子も抱えていたようで、僕はかなり切実という印象を受けましたよ。手紙を読み終え、稲垣さんはすぐ松田聖子さんの自宅に赴きました。本人に理由を尋ねると、だって普通の夫婦は夫が稼いで
奥さんは主婦でしょう。と、それから僕は、応援してくれるファンを見捨ててはダメだ、と説得を重ねました。一月ほどで翻意させられましたが、とにかく僕は必死でした。稲垣さんの説得の甲斐もあって引退はせずに、今もまだ現役のアイドルでいてくれています。引退の噂は、この手紙の内容が現在になって世に出回り、報道されているからだったのでしょう。今もなお様々な話題の中心となるほどのカリスマ性を発揮している松田聖子さん。松田聖子さんを中心に、これからどのような展開を見せてくれるのでしょうか。今後も松田聖子さんから目が離せませんね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。